今週初め菅総理に手渡された待機児童解消先取りプロジェクトの基本構想、定員超過で保育所に入れないいわゆる待機児童をゼロにするためのプランです。その手法や発想は菅直人カラーが色濃く反映したものとなりました。待機児童ゼロというのはそのスローガンとしては随分こう言われてきましたけれども、そうですね、今度こそ違うものなんですか？そうなんです。多くの場合政策であの壁になるのは、一つは役所の壁です。これまでは厚生労働省の一般的な施策とか、あるいは幼稚園の場合だと文科省とか、あるいは多くはあの自治体ごとに考えてましたから、それで思い切ってですね、あの待機児童ゼロということをもう明確に目標にする特命チームを作ったわけです。そして岡崎富子担当大臣とか小宮山あの厚生副大臣にですね、入ってもらって、そういうふうにこの匿名的に取り上げると、従来だったらこういろんな調整に、場合によったら2年も3年もかかる問題が、少なくとも何ヶ月単位で進むということはあのかなり動き出しました。実際に何が動き出したのか、提出されたプランの全文はカンフルブログのページからのリンクでご覧いただけます。今までの制度に縛られない多様で柔軟な保育サービスの形を認め、保育サービスの場所や人材の確保を後押しすることで、現在2万6千人とされる待機児童に対し、来年度3万5千人分、以後さらに大きな受け皿を用意し、将来的な待機児童の増加にも先取りで対応します。なぜ待機児童ゼロにこのように力を入れるのか、総理はこれは子育て中の家族だけの問題ではなく、日本社会全体の未来に関わるテーマだと捉えます。この政策は3つの大きなですね、あの効果があるんです。だから私は一石三鳥と言ってるんですね。で、一つはもちろん子供をこれまで預けられなかった人が預けられるという第一の効果、第二はそれによって仕事を持ったままで、子供が産めますから、そういう女性の就労の希望する人がですね、仕事に就けるようになると、労働人口の減少を逆にカバーして増やすことができるという、この2つ目の効果があります。それに加えて、子供ができたら仕事ができなくなるから、産んでも一人だと思ってた人が、いや子供が生まれても仕事が続けられるんなら、じゃあ2人目3人目も産んで育てようかと、つまり少子化に対するですね、歯止めにもなっていく。家族や社会全体で安心して子育てのできる国、その実現に向けて総理が特命チームの事務局長に任命したのはこの人。これはもうある日突然岡崎大臣とともにですね、総理からお呼び出しを受けまして、官邸の総理のお部屋に行ってみるとですね、待機児童ゼロを施策にしろというご指示がありました。これは最初は無理だよっていう思いが強かったですね。政府はすでにこの待機児童対策も含む総合的な子ども子育て新システムを平成25年から実施するプランを立てています。しかし総理は25年からきちんとしたシステムを作るのはそれはいいと、だけどじゃあ今目の前にいる子どもどうするんだという、非常にその、当たり前のですね、そんなに待てないだろうっていう総理の言葉はなかなか反論ができない。こうしてまとめられたプロジェクトの中にはいくつもの突破口があります。まず規制の緩和、安全性は確保されなきゃいけないですけれども、実態に合わないようなそういう規制はできるだけ取り払って、例えば小学校中学校の空き教室を少し改造するとか、商店なんかでもう使ってないところをちょっと改造してですね、便利なところに作るとか、ある程度その無認可の保育所でもですね、一定の基準を超えてれば認可保育所と同じような扱いをするということで、いい意味での規制緩和をですね、並行して進めようという。そして横並び公平原則の突破、全国一律の制度でなければダメだという思いがあってですね、なかなか物事が逆に
進まないとかですね、みんな揃ってやりましょうというと、いや私のところはまだまだいいやとかって出るんで、やる気のあるところは手を挙げてくれればちゃんとですね、それなりの財政的な手当をしますからと、そういう形でその手を挙げたところからどんどん進めていくと。手を挙げたところからまず特区の方式で支援し、それをモデルとして次に全国に広げていこうという手順。まず何とかしたいのは大都市部の現状です。私もですね、企業が都心に、従業員用に作っているあの保育所を見てきました。であの大変、働いている人にとっては嬉しいことなんですけれども、しかしもっと聞いてみるとですね、本当ならやはり自分の住んでいる地域にあった方がありがたいんだと。どうしても子どもをあの都心まで連れてこなきゃいけないんでですね、あの満員電車にはとても乗せられないからということも言われてました。私はあの子どもを産みやすい、こう大都市がですね、もっともっと広がってくると、また広げなきゃいけないとこう思ってます。特命チームでの1ヶ月余りの議論はベテラン村木さんにとっても新鮮な作業だったといいます。メンバーの政治家の方々の中で案が出てきて、自分の省の枠を超えてあのどんどんあの意見を言っていかれる、そういう中でこれはできないの、なんでできないの、どうしてもできないって、このやり方ならできない、できる方法はないのって相当プレッシャーかけたので、相当担当省庁もあの泣きながら作業されてたと思いますけども、本当に待機児童をゼロにするというプロセスを作りたいよね、見たいよねっていう気持ちは担当省庁の担当部局にも非常に強くあるので、だから本当にやれないかもう一回考えてみようと思って、あの考えていくと、やれるんじゃないの、やれることあるんじゃないのっていう答えが自然と形が浮かび上がってきたっていう、これはとてもあの面白い経験でしたですね。こうして画期的なスピードで待機児童解消先取りプロジェクトは出来上がりました。あのペーパーを総理にお出ししたその日にですね、自治体向けにこういうのをまとめましたという情報も発信をしましたので、これから関心のある自治体といろんな話をしていきたいというふうに思ってます。今から予算編成の中でですね、しっかりと確保してこれをまさに有言実行でですねスタートさせたいと思ってます。